皆様こんにちは。今回は今後ダイヤモンドプリンセスで導入される最新テクノロジーオーシャメダリオンについての説明と私が2022年1月にプリンセスクルーズのマジェスティックプリンセスに乗船した際に気がつきましたクルーズ再開後の変更点についてお話ししたいと思います。まずはメダリオンの実物をご覧いただきます。 ここちちらららがメダのの実物にににななりまますす従来のクルーーズカードからこちらに変更になっていますで以前私が乗船した時には、まあ、こういう入れ物だったんですけれども一番最近にですね1月今年の1月に乗船した際にはもうちょっと小ぶりのこういった入れ物に変わっていました以前と比べるとケースが小さくなっているので、えー、軽くなってますね。 でこのメダリオンはこのように取り外しができます。でもらったときにはですね、このケースとストラップ付きでもらいますので、まあ、首から下げたりすることもできます。で船内では、このメダリオンを携帯するアクセサリー類も売っておりまして、こちらね、あのウォッチバンド式です。ここれもこのようにメダリオンを はめ込んでこうやってね時計のように使うんですけれどもメダリオンはあの防水加工ができているのでこのままプールに入ったりジャグジーに入ったりすることもできますこれ結構ね購入して使っている方が船内では多かったですでこの他にもネックレスとかアクセサリー類が船内では販売されております こちらのメダリオンの鍵としての利用方法です。このメダルのどこが鍵になるのかと思われる方もいるかもしれません。このメダリオンを持った人が自分の部屋に近づくとこれをですね。認証して自動的に鍵が開きます。自分でこのメダリオンをですね。どっかにかざしたりとかそういうことをしない。でも近づくだけで鍵が開いてくれます。 次のメダリオンの使い方は従来のクルーズカードと同じように船に乗船する時や下船する時にこれでですね確認しますこの人が乗船したとかこの人が下船したっていうのが分かるようになっております。それとですね、避難訓練。 従来の避難訓練は一斉にですね全員が各自のマスターステーション避難場所に移動してそこでクルーズカードでですねその人が行ったことを確認してみんなでビデオを見ていましたけれどもそれがちょっと変わりましてマスターステーション避難場所はですね各自好ききな時に乗船してから行きますそしてこれでですねちゃんと行ったかどうか確認してハロー。<Okay. S 1> <Hello. S 2> Hello. ビデオは部屋に戻ってきて自分の部屋のテレビで見たり自分のですねそれとあのお買い物をする時の会計もこのメダリオンでします。 船内では現金や自分のクレジットカードでの生産というのはできなくてみんなこのメダリオンで生産していきますそして後にですね事前に登録したクレジットカードの方にチャージされます今まではこちらのメダリオンを使ってできることについてご紹介させていただきましたこのあとはメダリオンのアプリというのがありましてアプリを使ってできることについてお話ししていきたいと思います このようなねアプリがありますでこのアプリはですね、えー、事前にダウンロードして船に乗る前から使うことができます何に使うことができるかというとまずですねまあ乗船の時間を自分で設定したり 登録するクレジットカード情報とか健康質問票などに答えたりとかそういうことをすることで、えー、チェックインがねとてもスムーズにいきますそれととても便利な機能で「ダイマイウェイというのがありましてお食事の予約をこのアプリですることができます。今までえー ダイヤモンドプリンセスに乗られたことのある方はクルーズの時のお食事って2回制になっていてファーストシーティングセカンドシーティングというふうになっていたと思うんですけれども最初の方を選ぶとちょっと早すぎ2回目だと遅いなっていうふうに思われた方多いと思うんですけれども今度はファーストセカンドっていうのがなくてですね自分で好きな時間を設定することができます。 従来と同じようにあの、同じ場所で、同じダイニングルームで、えー、同じ席で、同じウェイターさんのところで食べたい。そういった場合には、その時間を自分で好きに設定できるんですね。例えば、えー、5時、毎日5時とか、えー、毎日6時とかですね、同じ時間で設定すれば、同じダイニングルームで、えー、同じテーブルで、同じウェイターさんっていうふうになります。 で、それとは別にですね、毎日時間を変えたいっていう方もいらっしゃると思います。例えば、この日は気港地で結構遅くまで外にいるから遅めの時間にするとか、この日は終日公開日だから早めに食べようとか、毎日毎日時間を変えることも可能です。これもすべてメダリオンのアプリからですね、予約することができます。で、その際に友達と来られている方、 この人と一緒に食べたいとかですね、他の人と相席でもいいとか、そういう設定もすることができます。あとご自分の出向日が近づいてくると、船内イベントもこのアプリから見ることができます。どういうイベントが開催されるかというのがわかるので、船内での自分の予定もですね、事前に立てやすくなると思います。 お食事や飲み物をアプリから注文することもできます。今までお部屋からですね、ルームサービスを利用できたと思うんですけれども、あのかなりですね、以前よりもたくさん、ものが増えています。たくさんのお食事を注文することができます。それもアプリで写真付きで載っているので、イメージもしやすくてとても便利です。お部屋から注文する場合には、お部屋のテレビからの注文も可能です。 お部屋以外の場所からも注文ができまして、プールサイドからですね、ドリンクをアプリ経由で注文することもできます。 以前でしたらばえ自分の近くにねあのウェイターさんが来てくれてそれで注文するとか自分でバーのところまで行ってドリンク注文していたと思うんですけれどもそんなことしなくてもですね自分が座っているところからアプリで注文すれば自分のいるところがですねこちらの,あのメダリオンで分かりますので自分のいるところまで飲み物などを持ってきてくれます。 お食事や飲み物だけでなくてですね例えばお部屋のハンガーがもうちょっと欲しいとかと枕が欲しいとかタオルが欲しいとかそういうのもアプリから注文することができますあと私が個人的にあのすごく役に立ってるなと思う機能が人を探すすことがでできるんですねで今回私は一人で行ったのであの誰も探す人がいなかったんですけれども以前 2019年にカリビアンプリンセスに乗船した際にカリビアンプリンセスさんもうすでにその時メダリオンが導入されていたので、えー、私使ってみたんですけれどもうちの息子がですね夜中になってもなかなか部屋に戻ってこないんですね以前でしたらば船内広いので探しに行くこともできずにただただ心配しているだけだったんですけれどもメダリオンのアプリを使うとですねどこにいるかというのが分かります ピンンポイントでですすね教えてくれますそして自分の私のいる場所から彼のいる場所までの最短ルートも教えてくれますこれでどこにいるかっていうのが分かるので精神的にもですねすごく安心してですねここで遊んでるんだなと分かるのでとても良かったです。 ただ、これ、探されたくないっていう時もあると思うんですね、まあ。こっそりどっかに行くっていうことはないと思うんですけれども、やっぱちょっと探されたくないっていう時には、アプリの設定であの探されないようにすることもできるそうです。ただ、私はこの設定ができることを息子には教えていません。教えるとね、それであの私が探せなくされちゃうかもしれないので、教えるつもりはないんですけれども、 皆さんの中にね探されたくないという方はちゃんと自分でね設定ができるということだけ教えておきます一応ですねここでちょっとお知らせしておきますねこれがあのメダリオのアプリなんですがここにね自分の、ね、顔がありますここを押しますねそうすると、まあ、こんな感じであっていい個人設定っていうところがあるのでここを押します そうすると、えー、ここにオーシャンコンパスっていうのがあるんですね。オーシャンコンパスっていうのが人を、えー、探すのに使うアプリなので、ここを押して、Hide Location、ロケーションを隠すっていう項目があるので、ここをチェック入れると、これでですね、もう探されないんですね。この状態。これは今チェックが入ってない状態なので、えー、探すことができるっていう風うになります。 この他にもメダリオンのアプリを使ってカジノができたりとかゲームができたりとかすることができます。言い忘れた点もあるかもしれないのでもしも気になることとか質問事項がありましたらばコメント欄に記載してください。